皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はこちらランダムブースターボリューム26のパーツを使って 5G バトルをやっていきたいと思います。今回は私野水渡とつぶやきさん太郎で対戦していきたいと思います。それではやっていきましょう。いきましょう。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。ロアバハムート、ギガナッシング10。ロアファブニル、ギガドリフト6。ぶっちゃけロアの性能見たいからロア同士あんまり嬉しくない。そうだよね、ロア同士で当たったのちょっとあんまりよろしくないな。でもやっぱ1番に持ってきたくなっちゃうよね。1番使いたい、すぐ使いたいからね、うん、ファーストバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュー。いやロア同士だもんな。あ、ちょっと俺のロア暴れてんな。今組んだばっかだからそりゃそうよね。よし、真ん中を居座ってくれてる。いや、外出てっちゃうとスタミナがな、さすがに無理っぽい。いいよ、スタミナ勝ちしていこう。ずっと外にいてほしい。あー、真ん中、いやそうか、降りないか、ずっと外回っちゃうか、よくないな。めっちゃスタミナロスしてる。いや、これはもう無理そうだな。フラッシュシュートじゃん。あんな優しいタッチのフラッシュシュートある。ああ、もうダメだ、これはいけるっしょ。いや、さすがに無理だ。当たんなきゃもう何もわかんねえよ。スピンフィニッシュ、ロアバハムートにワンポイント。やったぜ。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。バニッシュファブニル、ホイールハイホールドダッシュ2。テンペストソロモン、ジャスト2です。セカンドバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュー。おお、いやだ、いい。さあどうなるか。たまにはジャスト見せてくれ。でもめっちゃ上から叩きつけられてる。そう、めっちゃ上から叩きつけられてる。スピンフィニッシュ、バニッシュファブリにワンポイント。やった。いや、今回ハイモードのハイドライバーをさせたのはバニッシュが結構下に向かってスマッシュバーになってるから、これで叩きつけれるんじゃないかなって思ってやりました。マジか、やったぜ。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。ダイナマイトベリアル、テーパードモーメント6のファーストギア。ワールドスプリガン、ペーパードメビウス 1S。 いや、でもこれはモーメントの性能が、送り性能がそう、どんなもんかわかるね。サードバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュー。いや、モーメント今俺今回初めて回した。そうだね、どんな感じになるか。さっきドリフト暴れたから今回は低速でいくぜ。送り勝負でどんだけ輝いてくれるか。さあどうなるか。ドロー、うん、ちゃんと最後までついてくるね。そうだね、思ったより伸びてくれるな。いい感じ。レディーセット、3、2、1、ゴーシュー。勝敗分かる感じでちゃんとつくかな。どうだろうね。結構テーパードがさ、うん、下に広がってるからいろんなドライバーでも視線を支えてくれるんだよね。そうだね、だから奥に結構強いけど、スピンフィニッシュ、ワールドスピードガンニュー1ポイント。今回は分かったね。そうだね。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。ワールドスプリガン、ゾーンダッシュ Z2B。バーンフェニックス、ホイールゾーンダッシュ Z。 フォースバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュー。さあどっちが最後まで姿勢を保てるか勝負かな。なんかドライバーが一緒だからな。さっきからそんなことばっかりやってないから。やばいか。
ドロー。レディセット。スリー、ツー、ワン、ゴー、シュート。嘘だろ。オーバーフィニッシュ。バーンフェニックスにワンポイント。運勝つ。よって勝者は飲みずワター。おお、なんかちょっと不本意だけど、よかったんだな。着地した瞬間に決まっちゃうとちょっとね、なんかもやっとしちゃう。多分だけどね、鈴木さん結構ジャンプするじゃん、ね、うん、ジャンプした浮いた瞬間に俺が当たるからポーンって。うーん、 5G バトルの勝敗は決まりましたが、最後までやっていきましょう。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。スパイロンギネスコンバート、スパイラルダッシュ、ゴー。ノキリカチ。ダイナマイトベリアル、ネクサス、ベアリング、3ファーストギア。フィフスバトル、レディセット、スイッ、2、1、ゴーシュ。怖い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 怖すぎる、マジで怖い怖い。ゴー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 だけに。もうやばいもうやばい。いやでもめちゃくちゃ飛んでるからな、怖い。スペインフィニッシュ。ダイナマイトベリアルにワッパイト。めっちゃ怖かったんだけど、心臓に悪いわそれ。楽しい勝負はしてくれたな。はい、ということで今回はランダムブースターボリューム26のパーツを使って 5G バトルを行ってきましたが、いかがだったでしょうか。いや、1戦目ロア同士で当たっちゃったのがちょっともったいなかったかもしんないね。試合展開もね、俺のドリフトがただ自滅するみたいなね、ちょっとスタミナを自分から奪ってっちゃったから、もうちょっとロアの活躍というか、まあ、活躍しないにしても戦いを見たい感じはあったね。そうだね、まあこの後も戦っていくし、そこで見れたらいいかもね。そう、あと戦い終わった後にも話したんだけど、つぶやきさんのバニッシュめっちゃ良かったと思う俺。もう本当ありがとう。いやこれ俺もね、組んでて、まあ、突発的に組んで初めてバトルで最初のシュート回してみたけど、めっちゃうまいこと噛み合ってくれたかなって思ってる。まあ、ジャストが身長ちょっと低めなのも相性としては悪かったのかなとは思うんだけど、いやでもね、確かにね、言われてみるとバニッシュってスマッシュバっぽいなって。そうなんだよね、ここがそうめっちゃ叩きつけられてた感じするから、いやそれはちょっと今後も俺参考にさせていただこうかなって思う。まあハイホールドも当たってないんだけど。モーメントに関してはちょっと未知数だったね、まだ。そうだね、まあ分かってたことだけど、やっぱり斜めになるね、そうだね。さすがにメビウスと比べちゃうと、メビウスの方が送りっていう面ではね強かったかもしれないけど、まあ、このモーメントもまた次の動画とか次の動画でも出てくるかもしれないんで、ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてください。というわけで、そんなパーツの詰まったこちらランダムブースターボリューム26、皆さんも買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。